ネズミどもは網からすり抜けた。準備してくれ。ついに聞くか。あれよ。あの歌声よ。見物だぞ。おい、ガイナ、こいつは…まさか、ネピリムの歌声…ダメだ！ケイオス…歌わせちゃダメなんだ、その歌は。歌声が…始まったね。いざとなればファンデーションを捨てます。よろしいですね。任せる。全住民をデュランデル内に退避させろ。了解しました。退避勧告発令します。コスモスは全域ヒルベルトエフェクトを発動させれば少しでも退避の時間を稼げるわ。シオン、お呼びですか。コスモス、準備はいい？はい、いつでも。コロニー内第32区画にグノーシス出現との報告。第18、27区画にもグノーシス出現。なんだって。コスモス、急いで。了解しました。ヒルベルトエフェクト発動します。防げると思うけど。とにかくみんなを早くこっちへ避難させなくちゃ。このままだと内部に入り込んだグノーシスでメトロポリスはあっという間に占拠されてしまう。私も避難のお手伝いをします。私も行こう。お役に立てれば幸いです。Thank you.
は大丈夫です。負傷した人たちの応急処置だけでもしないと、出血がひどくて。分かったわ、すぐに迎えに来るからね。大丈夫、今ナノスプレーで傷の表面を塞ぎますからね。アレン君、モモを見なかったか。いえ、まだ戻っていないんですか。てっきり一緒だと。一人残って負傷した住民を解放していたんだが、迎えに行った時はいなかった。戻ってきていると思っていたが。たく、世話かけさせやがって。分かった、うちの百式たちに操作させてみる。同型機同士感応できるはずだ。頼む、コロニー内のグノーシスは片付いたが、いつまた侵入されないとも限らん。どこ？あ、とても寒い。一体。思い出せない。何かしらこの匂い、とても不安にさせる。かすかだけど、どこからか。あ、誰？ナンバー0097、モモの姉妹。そうなのね、ここはパパの。初めてあなたと会えたのに、こ
言葉も交わせないなんて、あなたのこと、パパのこと、たくさん聞きたかったのに。まだ生きてる？ねえ、大丈夫？誰があなたをこんな姿にしたの？今のはあなたの記憶なの？ありがとう、モモにパパの姿を見せてくれたのね。いるのね、この先に。グノーシスが本コロニーを中心に発生しています。隔離格納庫のゾハルは眠ってます。アトラクトインヒビターの出力も正常。デュランダル内のゾハルがグノーシスを呼んでいないとすると、カイナ、さっきから聞こえてるこれ、そうだよな。ああ、微弱ではあるが間違いない。みんなには聞こえていないみたいな。ねえ、何か聞こえてこない？歌かしら、これ。歌ですか？何も聞こえないですよ。気のせいじゃないんですか？そうかしら。確かに聞こえるんだけどな。聞こえているのか、シオンには。気のせいなんかじゃない。これって、その涙、美しいな。他者を憐れむ涙、この世で最も尊い液体だ。とはいえ、お前にその資格があるのか？死者を弔うのは
人に固有の習性だろう。あなたがやったんですね。俺の可愛いキルシュバッサだが、これは死体と呼べるのか。もろきも万事の間は鬼。いや違う、お前たちはそもそも女の腹を経てさえいないのだ。人は己の脆さに怯え、下界という死の匂いで満ちた海原から逃走してこの世界を築いた。文化、文明、全ては脆い人の生み出した生ぬるい幻想の世界だ。低層体に縛られた修道女の妄念に等しいクズなのさ。その中にあってお前は肉に依存せぬ身軽な魂であり続ける。汚れなき思念、不純物なき波動の螺旋、それは死と息と霊の混合物。お前たちを天使と呼ばずして何と呼ぼう。新たにして純粋な意識、必要なものはルレールだ。そしてそれこそ俺が求めてやまないものなのさ。ああ、そう震えないでくれ、可愛いペシェ。俺をペシェのような気分にさせないでくれよな。今心に男の影を映したな。誰だその赤毛は。赤毛ルベド、ルベドか。これはいい。血ヘドを吐きながら言ったよ。血に落ちて死なぬ麦は一粒のままである、だとさ。麦か。麦など吐いて捨てるほど生えてくる、この国同様にな。お前はどうかな、愛しいペシェ。艦隊司令部から攻撃命令は受けていません。奪うものか。奴らの反逆の事実は明白だ。これで終わらせる。目標、空海ファウンデーション全艦攻撃。なんだ今の光は。
了。第2車停車準備なし。各班配置に着きました。メインフレームをリンクさせてその力場の発生場所を見つけるんです。相手は戦中間のシステムに酷似した方法で潜伏していると思われます。空間に歪みがあるはずですから、それを広げられればそこに潜んでいるものが何であるか分かるんじゃないかって。それで PT カートリッジも。だから、あなたこれが何なのか分かってる？もちろん。転属したてなものでよくわかんないです。もうこれはね、空間に局所装填員を起こして周辺の全てを破壊する兵器なのよ。局所といっても使い方次第では構成を丸ごと消し去るだけの破壊力を持っているの。それをこんな密集した場所で使えたなんて無茶だわ。シオン。何コスモス。装填員させる質量を限定すれば連邦艦隊にも空海ファウンデーションにも影響を及ぼすことなく実行することが可能です。できるの？お任せください。私はそのために作られています。ラインの乙女といっても戦車限界があります。出現するグノーシスを対処しているうちに早く大元を。だけどシオン、こいつはネピリムの歌声だ。間違いない。ネピリムの歌声、何なのそれは？キムミズラヒ、生涯最悪の研究成果さ。この歌声のせいでミルチアは滅び、グノーシスが出現したんだ。全てが狂う前にやるしかない。全てが狂う。モモだってまだ見つかってない。急いでくれ。そうだけど。モモは見つかったのか？依然捜査中ですが、まだ見つかっておりません。そうか。シオン、決めてくれ。次にグノーシスが侵入してきたら防ぎきれる。分かったわ。やれるだけやってみましょう。いいこと、コスモス。装填出量は可能な限り抑えてね。力場の発生源が分かればそれでいいんだから。了解しました。装填出量調整0.11MPT、 転移時間 4.8、 10のマイナス38乗にセット。カートリッジ装填します。D-SSS メインフレームバイパス確保。全方位で操作開始します。ホール
位8018の UMN 構造体に歪み発見。微弱ですが、歪みからコラムパルスが発せられています。それよ、射線軸は軸線クリア、射撃命令を。シェリーさん、前艦の対電磁波防御は準備完了。いつでもどうぞ。了解。コスモス、装填砲発射。お前の中に眠る鍵、じっくり探すとしようか。やめて、桃の中へ入って来ないで。ジュニアさん、ジギー、モモ、怖い。やはりな。あの時のままだ。何も変わっちゃいない。あれがネピリムの歌声、ミズラヒ博士の、ミルチアの。助けて、ジュニアさん。モモが、モモがあの中にいる。本当か？捜査班、百式観測機プロトタイプ、モモの位置反応を捕捉しました。装填員により出現した歪みの中心です。モモちゃん、どうしてあんなところに？くそったね、アルベド、奴だ。モモの声が聞こえた時、同時に奴の感触も。アルベドか。これまで感じていた不安の正体が分かったよ。彼女がなぜあの場所にいるのかも。どういうことだ？彼女、モモはヨアキム・ミズラヒの残したある重要な記録を持った特殊なレアリウムだからさ。アルベドもユーティック機関もそれを求めている、ずっと以前から。アルベドって誰なんです？俺が切り捨てた、俺自身の暗部さ。アン？ジュニア、この船をネピリムの歌声に近づけてくれ。え？再接近しなくてもいい。小型艇を貸してもらえれば十分だ。待ちな！あんたに言われなくても分かってんだよ。モモは俺が助け出す。何があってもな。やめておけ。だと？近しいものが危機に瀕すると、人は理性を手放す。そうして結末は悲惨なものだ。俺はそんな連中をたくさん見てきた。俺がそいつらと一緒だってのか？違うのか。そのアルベドという相手、そいつと対峙した時、お前は平静でいられるのか？そうだと言い切れるのならば俺は何も言わん。だがそうでないのなら。そうかい、大したもんだな。くぐってきた修羅場の数が違うってか。教えてくれよ、
そこまでドライに徹し切るコツをよ。頭の中を数字と戦略だけにしろ。大切な者たちの顔も声も思い浮かべるな。たとえ非常だと思ってもだ。激しすぎるノイズは全てを滅ぼす。それが俺がこの100年の間に学んだことだ。人間を数字に置き換えるようになったらおしまいだぜ、サイボーグ。ジュニア、相手がモモをどうしようと、お前はお前自身を保て。そうすれば彼女を助けられる。年寄りの助言だ。聞いておいた方がいい。